はい、それでは今日は、粘土の処理のその2をやります。陶芸やってるとですね、こう削りカスとか、ろくろ使った後の土ペとかがいっぱい溜まってきます。でこれをこのまま捨てるのも大変ですしもったいないので、これをちょっとまた再生したいと思います。でまずですね、この溜まった粘土ですね、一回こう手でちょっと混ぜます。結構もういろんな粘土混ざってますんで、このいろんな粘土がある程度均等になるようにこう混ぜていきましょう。でこれ削りカスそのまま置いとくよりもですね、少し水入れてあげた方が、若干こう置いてる間にどんどん水吸ってきますんで、そうするとね結構やりやすくなりますんで、あんまりまあ硬すぎないようにですね、それでやってもらうといいと思います。まあ、こんな感じですよね。よいしょ。そしたらですね、これをふるいでこしていきます。でふるいですね、この、金属のふるい使ってます。これねホームセンターとかでよく売ってて園芸コーナーにありますね。目のね細かい粗い中くらいみたいな感じであるので、これ大体細かいやつで多分ね40目ぐらいですね、これぐらいのを使ってもらうと、やりやすいと思います。でなぜこれふるいに通すかっていうとですね、結構こう使ったあの削った後とかの面って結構塊が残ってるんですね。でその塊を均等にしてなくすために一回このちょっと粗めのふるいに通します。ちょっとやってみます。よいしょ。まずこれを 2,3 倍こんな感じ入れますね。こんな感じですね。そしたらこのスクレーパーでこれをこう押していきます。でこのあんまり硬い状態でやるとですね、なかなかこの40目ですらなかなか通りませんので、しっかりこう通すためにもですね、早く通すためにも、まあ、少し粘土の硬さを調整してあげるといいと思いますね。あんまり硬くしすぎない方がやりやすいと思います。結構すぐ、目を通ってくれますよね。で結構陶芸やってると粘土の処理も困りますんで、まあ、これでどん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 再生して、まあ1種類の粘土使ってるだけだったらそれだけまた再生すればいいんですけど、いろんな種類の粘土を使い始めるとこうあっちもこっちも粘土増えてきますんで、まあ、そうした時はこう一回混ぜちゃってですね、その混ぜた粘土で何か作品作ってあげるといいかなと思います。ただですね、同じ土が欲しい土もその混ぜちゃったらもう同じ土できませんので、まあ、その辺だけちょっと注意が必要かなとは思いますね。でこれで今大体ふるい通りました。で後ろにこうガッタリくっついてますんで、これ落とします。でこの今ふるった粘土ありますよね。でこれを今度このまま乾かすんですけど、まあ、横に板はありますんで、この板の上に、まあ、なるべく早く乾くようにですね、少しこう積みながらみたいな感じですね、まあ、平らにしちゃうと水分抜けないので、なるべくこう塔みたいにしてあげると結構水分すぐ抜けます。でこれを引き続きどんどんやっていく感じです。やっと粘土が全部なくなってきました。ここに来る前だいたい20分ぐらいですね、バケツの粘土を全部こうふるいに通した感じです。よいしょ。でふるいに通し終わったら一回粘土全部感じですね。でこれを今度はまた、ここの粘土にどんどん積んでいきます。でなるべくこう円筒になるように積んでいってもらった方が多分乾くの早いので、まあ、なるべく潰さないようにですよ、べちゃっとしてもまあいいんですけど、まあ、乾くのが遅くなりますん で、まあ、なるべく早く乾いた方が気分がいいと思いますね。
で結構この粘土再生するのってとっても面倒くさいですし、まあ、粘土自体がそんな高いもんでないので、まあ、あの捨てる環境にある人は結構捨てちゃうかなと思うんですけど、まあ、一応粘土もまあ資源っちゃ資源なので、まあ、こんな形でこうどん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 再生してなるべくこう捨てる量を少なくしていくとですね、まあ陶芸をやってても罪悪感なくなりますので、まあこんな感じで少しずつ粘土も、使っていってあげるといいかなと思います。で一応この粘土の、再生の仕方はこれでおしまいになりますので、皆さんもやってみてください。